2日間、大変お疲れ様でした。本日、昨日と合わせてですね、こちらの会場に約120社強で、180名ぐらいの、外国からのお客様がこちらにお越しいただきました。昨年を上回るご来場、本当にありがとうございます。これより、各社の懇親会ということで、会を締めさせていただきたいと思います。本日司会を務めさせていただきます、私ダイヤモンド社柳沢と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず、会を代表しまして、主催者、東京半券説明会の代表ということで中村様よりご挨拶いただきたいと思います。中村さん、よろしくお願いいたします。大家晚上好。日本喜ぶ、皆さんこんばんは。東京半券説明会の代表を務めさせていただいてます中村と申します。今日はですね、あまり危ない話をしてはいけないので、昨年ですね、第1回東京半券説明会を26社で始めさせていただきました。今年はその場合のですね、50社が集まっていただきまして、海外からもですね、昨年を超える120、先ほどありましたように今日の出版社の方、エージェントの方々が集まっていただきました。この半券説明会の始まりは、柳沢さんと私のところの出版社2社で、とにかく海外にですね、日本の書籍を紹介したいという強い思いで始めたところが、かなりですね、皆さんから支持をいただきましたので、2社ではもったいないということで、声をかけて第1回というのを昨年始めさせていただいたところがですね、非常に盛況に終わったもので、今年もやろうということで、今回はこちらの第1会場と下の第2会場で、上の方が、フィクション、下の方がノンフィクションという大きな、その区分けでですね、その会をですねやらせていただきました。そしてですね、声をかけたところ、先ほど言いましたように26社だったのが50社ということで、倍以上のですね、その出版社が集まっていただきました。この会はどちらかの団体に支援をいただいたりですね、国の支援をいただくというようなものじゃなくて、本当に出版社のですね、任意の団体でやっております。ですから非常にですね、対外的にはちょっと不安定な組織ではありますが、一人一人がですね、本当に海外に自分たちの書籍を伝えたいという、そういう強い思いで集まってやっている会でして、この素晴らしいですね、会をなんとか応援していただきたいということでお願いしたところ、メディアドゥさんがこちらの会場、地下の方の第2会場の方は毎日新聞社様の方の、ご好意によってですね、会場をですね、提供していただきました。そしてですね、今日このようなですね、素晴らしいその会を迎えることができました。そしてですね、中国、韓国、台湾、ベトナムなどのですね、出版社エージェントの皆さんがですね、これだけたくさん来ていただきまして、我々にですね、勇気と自信を与えていただきました。本当にありがとうございました。この会議